日本だとあのウィル・スミスが割とあの正しいよねっていう意見が多いんですけど、であのウィル・スミスが、えーと、ウィル・スミスの息子とか娘が言われたことであの殴ったんだったら、まだ理解は可能なんですけど、あクリス・ロックか、ごめん。<laughs> あの大人の女の人を 男の人が守らななけければいけない、女の人の代わりに男が殴らなければいけないっていうのはあれはその女というのは男性より劣っていて守らなければいけないというある種の差別なんですよ。要はそのその人は弱いから助けなければいけない。で弱いからその人の代わりに殴らなければいけないっていう。でも別にあの女の人でも男を殴ろうと思えば殴れるんですよ。 要はその、まあ、あの、奥さんの年齢は分かんないですけど、別にその奥さんが、こいつムカつく殴りでよってなったら、バーッと言って、バーンって殴るっていうのもできるんですよ。なんだけど、あれを男性がやることが正しいっていうのって、割と日本人にその感覚多いっぽいんですよね。 その他の国だと、いやいや、暴力ダメでしょ、みたいな。いや、なんでお前が殴ってんのみたいな。で <laughs>、ので、割とウィル・スミスが攻められてるんですけど、日本の場合は、その、なんか、女性は劣っているので男性が守るべきであるっていうところで、で、そのなんか、自分の妻とかが言われて、で、それには我慢ができないから怒る男性が正しいっていう考え方もあるんですけど、あの、嫌なことがあった時に、自分の感情がコントロールできないっていう方がおかしいんですよ。 世の中って嫌なこといっぱいあるわけじゃないですか。で、嫌なことがあるから人を殴っても良いっていうのって、それってあの感情がコントロールできない子供と一緒なんですよね。で、大人っていくら嫌なことがあってもやっちゃいけないことはやっちゃいけないよね。だから殴りませんなんですよ。なのでその相手がいくらなんかひどいことを言ったとしても、うん、殴らない。その代わりに訴えるっていうのが、あの、ま、法治国家で、あの、その起きてる仕組みで、その殴っても免罪ってないんですよ。 っていうのもあって、なのでその考え方自体がやっぱり日本は男女差別というか、その女の人が劣ってるよねって考える人がやっぱ多数派なんだと思うんですよね。なので女の人は劣ってるから守らなきゃいけないし、女の人はそのムカついた時に殴りに行くことができないから、男が代わりに殴りに行かなければいけないみたいな、その女の人がその保護対象であるっていうのが割と、その、えっとね、あの男女差別だと思ってないんですよね、日本人のそういう人も。 それがなんかあの優しさであって男としての男気であるみたいなあの良いことのように考えてるんですよねその女の人のために男が暴力を振るっていうのは。でそれが実はあの男女差別だったりするのでそこら辺の,その男女差別をしてると思ってない男女差別主義者の人って日本結構多いんですよ。なのであの世の中には男女差別主義者多いよねっていうのをちゃんと教えればいいんじゃないかなと思います。